ちは、モノグラフの堀口です。突然ですが、皆さん普段の生活の中で集中したい時ってありませんか？例えば学生さんだったらこう勉強しなきゃいけないとか、社会人の方だったらこうパソコンでレポートを作んなきゃいけないとか、限られた時間にギュッと意識を向けたい時ってありますよね。今日はですね、そんなパッと瞬時に集中モードに入りたいっていう方にめちゃめちゃおすすめのアプリがあるのでご紹介したいと思います。まずはそのアプリのご紹介の前に、集中するときに覚えておくと便利なテクニックというのを一つだけ紹介させてください。それが、ポモドーロテクニックっていうものなんですけれども、これはどういうものかと言いますと、もうすごく単純で25分、集中をして、5分間だけ休憩しますっていうものですね。25分勉強して、5分ちょっとコーヒーを飲んで休憩するとか、25分パソコンに向かって、残りの5分はスマホをいじるとか好きなことをするっていうものですね。なかなか人間1時間とか2時間とか長い時間をいきなりこう集中するのって難しいんですけども、25分とか短い時間で区切ってあげるとパッと集中モードに入りやすいっていう研究がありまして、それをこう応用したのがこのポモドーロテクニックっていうものですね。僕もこれよく使うんですけども、1時間通して集中するよりも25分やって休憩して25分やって休憩してっていう方が明らかにその効率もいいですし、自分の中 その集中度合いもすごく高まってるなっていうのを感じるんですね。人間こう長い距離を泳ぐのに息継ぎが必要なように、集中もですね、適度にこう息継ぎを入れてあげることによって長続きしますよ、そして深く集中できますよっていうものですね。で、やっとそこから今回のアプリの紹介に入るんですけれども、今回ご紹介したいのは、こちらのアプリですね。ベアーフォーカスタイマーっていうアプリです。このアプリ何をしてくれるアプリかと言いますと、先ほどご紹介したポモドーロテクニックを、よりやりやすく、管理してくれるアプリになってます。どうやって使うかと言いますと、ここにですね、クマさんのお腹のところにこのタイマーが表示されていると思うんですけども、これがポモドーロの25分のタイマーです。この状態で、スマホをこう机の上に置くとタイマーが開始されます。そしてスマホを持ち上げるとこのように、タイマーが止まるんですね。スマホを手に取ってしまうとタイマーが進まなくなってしまうんですね。なのでこのポモドーロ中はスマホをいじりたくてもいじれないんですよ、このアプリは。このクマさんもスマホを見るとちょっと険しい顔になったりするんですね。スマホを下に傾けたまま25分経つと1セットおしまいという形で、また5分間このタイマーで測ってくれるので休憩をして、でまたこの25分が始まるので、こうやってタイマーを開始させてっていうのを繰り返して集中のリズムを作りやすくしてくれるっていうアプリです。意外と機能も細かくてですね、下から設定画面が開けるんですけども、この集中の時間とインターバルですねを何分ごとに切り替えるのかとか、あとはそれを何セット繰り返すのかっていうのを細かく設定もできます。タイマーの終わりを教えてくれるアラートも振動だけのバイブレーションのものだったりとか、こんな感じで、ひよこの声ですね。で、音を出してくれたりとか、あとはこのスマホのライトで知らせてくれたりとか、っていう形でいくつか選ぶことができます。例えばヘッドホンをつけて集中したりっていう時は、この光のモードが便利だったりするので、シーンに合わせて自分に合うものを選んでいただければと思います。で、あとはですね、最後のポイントなんですけども、もう見てわかる通りこのアプリめちゃめちゃ可愛いんですよね。ここの iPhone のノッチの部分がちょうどこうクマさんの耳になってたりとか、このクマさんのこのおへその部分ですね、おへその部分タップするとリセットできたりとか、細かい機能が隠れてる可愛いアプリです。で、それでいてポモドーロテクニックをするのに必要な機能が全部詰まってるので、これはすごくいいアプリなんじゃないかと思ってます。こういう集中系のアプリとかビジネス系のアプリってどうしても見た目がちょっと堅苦しいというか、おじさんっぽいとか冷たい印象があるんですけども、男の子でも女の子でも使えて、しかも癒される、非常にいいデザインだと思ってます。今回ご紹介したのがこのベアーフォーカスタイマーですね。
通称 BFT なんですけども、家の中でもカフェとかの出先でもまずはこれで25分間集中してみる、で5分休憩してっていうのを繰り返してみるっていうことで、徐々に自分の中にこう集中しやすいスイッチみたいなのができてくるんですね。でこのポモドーロを繰り返していくうちに、まあ徐々にインターバルを長くしてみるとか、回数を自分でこう最適なものに調節してみるっていうので、利用してもらえると便利なんじゃないかと思います。僕も毎日ブログ書くんですけども、やっぱりその集中に入るまでがどうしても一番こうしんどいというかパワーがいるところなんですね。同じ1時間でも25分と5分、25分と5分ってこう切り分けることによって、短時間でこうパフォーマンスを出しやすく、しています。これは受験勉強でも、会社の仕事でも役立つ、技術だと思いますので、ぜひこの BTF を使って、ポモドロテクニックっていうのを実践してみてください。で今回の動画もですね、読者の皆さんからいただいた質問の中から、一つリクエストという形で取らせていただきました。今回の質問は、堀口さんが使っている、おすすめのアプリはありますかっていうものがあったので、今回この BTF をご紹介しています。こんな感じでですね、引き続き使っているものとかアプリの紹介をしていこうと思いますので、また何か質問あればぜひ、コメントだったりこう Twitter で連絡をいただければと思います。という形で今回もこの動画がもしためになったら、チャンネル登録、もしくは、高評価ですね、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。